どうもおだす、エビスゴールデンジャーレッドです。イエローですそういう感じやりたかった。並木ちゃん風のパクしたずるいな、それパクしたどうやんのそれ。並木です、あ、並木ですって言っちゃったなんか見えますね、なんかね、あれ、なんか見えるね、なんかエンブレムが見えますね、あそこにね、これね、これちょっと今日はベルセデスベンツさんにお借りして別に案件とかそういうもの何でもなく、はい、ただ、レッドが、はい、車を買った動画。ほう。その前にあの下りとして、なんですか、ちょっと不幸というか。そうなんだよね。事故がね。そう。ゴルフ行ってる皆様を気をつけていただきたいんですけど、帰りですか。ゴルフの帰りです。あれは、はい、玉突きにリーダー会いました。玉突きっていうか、まあ10台のもう全部で10台バーンってそれの4台目で。僕が大事に乗せたね、はい、BMW の E463 が、はい、まあ、廃車になり、 BM 君がねそう、BM 君あの、ベコベコでしたね、はい、ちょっとここら辺写真載せてくる廃車になり、まあ、このままじゃゴルフできないよ。それじゃまずい、恵比寿ゴルフレンジャーのメンバーとして、うん、ということで、まあ、すぐに買いましたすぐに買えるリーダーです。いや全然皆さんすぐに買えるリーダーです。まあ、そういうことでしょ。すぐ買えちゃう。そう、すぐ買えちゃう。すぐ買っちゃった。しかも買っちゃったのが、え、何これ。え、ちょっと金額不明。アスクって書いてある。そう、金額不明。待って。てか、ま、ちょっと。え、AMG じゃん。これ AMG です。そう AMG の。これ AMG じゃん。なんすかスポーツタイプ、なんだろうね。これ行動走っていいんですか。SL65 うわ、クラスになるね。いや、もうアスクですからね。何やねん、家買えんじゃないですかこれ。むせてんね、むせてんね。1764万円。それはやばいね。いや、イエローに合ってるよ。ほんとっすか。買えばいいじゃん。ちょっと触れると買わなきゃいけない。どうちょっと嫌で。いやE クラスの、クーペスポーツ。イエローここら辺なら買えるんじゃない。845万円。いける破産するか。キャッシュには買わないでしょ。800万円。じゃあちょっと下げて、ここら辺は。うわー、おー、入れ食いっすね。何、入れ食いっす。すごい、もう653万。まあ安い、安いじゃん。ちょっと狂ってきましたね。あれ1700万円から。そうなんだよね。これ1700万円。こっちはもうちょっと高くなるじゃん。これ1700万円。イエロー、これだ。これやね、あ、GAC じゃん。これ GAC の63。うん、あ、E53 だ、GAC じゃない、 E53 だ。へぇ、1289万円。おぉ、なんかいい、似合ってる。こういう待ち受けありません、こういう。こういう待ち受け、ティーマーク、なんかイベントでね。ちょっとせっかくベンツ来たからさ、はい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 、ちょっと工場見学というか社会科見学でさ、はいはいはい、ちょっとベンツがいっぱい止まってるから屋上の方にちょっと、うん、イエローの欲しいベンツを探す。いや違うな。僕はちなみにあの GLE っていう、SUV なんですけど、のクーペ、そう、クーペタイプ、ちょっとケツがこうクッとね絞られてる、すんごいオシャンティーな車です。バーン。イエローが欲しい GLE クーペ。いやもう、43C だから、これは、なんだ AMG だな。参ったな。これは1200万くらいしますね。そう、クーペってお尻がそう可愛いよ、ね、可愛いセクシーだよね。そう、このテールがね、ここ違うんですよね。いいよね。うん、クッと絞られてる、この感じが。来年、うん、イエローが買う。おかしいな、なんだこれ。おかしいぞ。おかしいぞ。1200万するかな。1200万やで。ゴリゴリのゴリですよ。ゴリゴリのゴリ、はい、あと見てください、あそこにね、 AMG のあれも63ですね。63？ どれどれ。 AMG の頂点ですね、あの左斜め前のあそこのセダンですね。
あれもう化け物です。黒くて白くなってるやつ、ね、そうです。あのグリルがちょっとおかしいことになってるやつ、あれそうですね。これやばい。 S63 もうなんかなんだろうな、すごい怖いんだよな、この撮影まで来たって。これ全部でいくらだろうね、合計で。いやもう何億だろう。いやもう20億ぐらいいってんじゃないですか。だよね、多分20億はいってますよ、これ1台ぐらいくれないかな。いやいや、くれたらバチ当たんないですね。あゲレンデバーゲンの現行ですね。ゲレンデね、はい、もうベンツの代表作ですね。ちなみに恵比寿大会はゲレンデばっかり走ってますよ、うん、そしてまたちょっとお顔が、柴田が買ったじゃないの、買ってもらったじゃないの。買ってもらったんだ。なんか光るトラファエルに買ってもらったみたいな。うわ、あのですね、こうグリルの、そう、実はあのイエローは車が詳しいです。このグリルの様子がおかしいんですよ、ね、このダイヤモンドグリルってやつね。そうなんですね。これがね、またこう全然違うんですよ、見方がね。でここが縦線になってるやつが63なんですよ。はぁ、そうなの、そうなの。で俺ね、なんでもない。なんだなんだ、なんでやたらと AMG に詳しいんだこの人。おかしいぞ。なんか社会科見学来たみたいで楽しいね。楽しいですね、やっぱ大人の社会科見学ですよ、本当に。はい、いなんで笑ってるんですか。すげえリアルだなと思って、いろいろリアルだなと。いやー、来年はイエローのね、この動画撮れるなんて最高だよね。うわうわおおおなんだこれ、来たぞ。なんだこれ、なんだなんだ、ごめんなさい、なんだ、あらま、ありがとうございます。首曲がりました。うわっ、うわっ、わっ、人によりますよ、きっと。期間限定とかなんですか、これ。そうです、今、あ、今がチャンス。ちょっとめっちゃいいじゃん、これ。だから、あのベンツ仕様だから、うん、ガーンってやってもあんま壊れないんですよ。だから、G-SHOCKみたいな、バーンって。インボワードとか、いいんじゃないの、これ。いや、全然いいっすよ。めっちゃ嬉しい。ちょっと海外行くと借りよう。これなんかあのノンハーマンのシューズがいっぱい入りましたよね。ガサゲーね。テーラーメイドとかいっぱい。テーラーキャロウェイとかいっぱい入りましたよね。もうキャロウェイ、テーラーメイドとかいっぱい入りましたよね。おお。何？ああ。来た。いやー、ありがとうございます。でなんかさ、ツアーで優勝したみたいな。ツアー優勝ね、ツアー優勝、これですよ、本物のキー。あ、AMG やってんじゃん。もうそれがこれ、この AMG だとキーにこの AMG マークがついてるみたいなんですよ。はあ、見えます。はあ、優勝、あ、AMG ラインじゃないとついてないエンブレムなんだ。かー、ぶっ飛んでんな。ちょっと車、じゃあ見るかい、見に行きますか、行きますか。もう AMG ってことは分かりましたから、はい、あとはどんだけでかい車買ったかと、はい、今、納車される車に向かうところだから、はい、そこで異変が一つ。いいな、タグ出てますよ。え、何すか、何タグ、タグこれ、いや、つけてんだよ。これはつけてんだよ。すごい、T シャツでしょ、車買った。そうそうそう、 T シャツも新品で来てる。合わせてきたの、あえてタグはつけてきたの。さあさあ、見ちゃった、ジューシーじゃん、見ちゃった、ジューシーじゃん。ちょっとナンバー見て。イエロー気づかない、このナンバー。ハッピーバースデーですね。リーダーが生まれた年、日ですね。何度もないよね、今ね。誕生日、俺誕生日にした。かっけー。いや GLC43 AMG。 これ大事やん、これね。そう、なんで俺が AMG にしたかっていうと、はい、結構車、はい、音で選ぶタイプなんですよ。あ、はいはい、そうで、ディーゼルとかになるとさ、はい、ちょっとブーンって言わないし、まあ、カラカラっていうのが今の現状ですね。ガラ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 、はいはい、それ
があんま好きじゃなくて、はい、そう前乗ってたその BM のさ、はい、ニオの子も結構ブンブン言ってた。あ、ブンブン、そうそう、ブンブン言ってた。一番僕らが大事なのがオールバックが乗るか乗らないか。まあ、確かに今までの車マジでちょっとね、一緒にゴルフ行く人たちにはうぜえなと思われてたから、乗れねえのかよみたいな。ちょっと開けていいですか。ちょっと開けます。はい、持ってるんですけど、ああ、こうするとですね、待って、3つぐらい入る、入りますね。で、クロスでもう1個置いて、その上にもう1個、あ、3つ入る、なるほどね。もう、みんなでゴルフ行きます。バッチリっすね。で、僕あの、既婚者で、そうですね、娘もいるんで、ベイビーいますからね。ちょっとそのチャイルドシートもね、ちゃんと僕も言うからね、今度からね。この AMG も、この AMG がつくとこういうのは違うよみたいなのはどの辺なんですか。ホイールが大きくなりますね。ホイールが大きくなる、はい、あとはまあ、エンジン、エンジン V6、 V6 徐々にリッター、はい、はい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 、なるほどなるほど、早いよってもんだよね。いや、もうめちゃくちゃ早いです。めちゃくちゃ早いです。この足回りもスポーツ、はい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 、もうやっぱこういうこういうMM もこれももうデフォルトでつくと、はい、この中のなんていうんですか、このインテリ系もやっぱ違うんですか、 AMG 基本的なところが一緒なんですけど、はい、一番の違い、あ、エンジンもできます。ハハッ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 、あれ、なんか、うん、こんな感じ、はい、これがスポーツプラスプラスと、音がね、分かるかもしれない。違うね。それで攻撃的になりましたね。攻撃的になりましたね。さあ、まだサンルーフ、サンルーフね、つけたんですよ。これつけるのいくらですか。いくらですか。70万。屋根を作るのに70万円します。夏とかね、非常にいいですよね。あやっちまったな、これもうクールポコ状態だよこれ。あ、どうも。どうも、レイトです。あれあれ使っちゃったよ。買っちゃった。買っちゃったよ。破産するよ。破産しないけどさ。やべえこれ。どうすか。あのね、はい、加速がやばい。えって、今この、うん、通常モード、このコンフォートモードでやってんだけど、うん、加速がやばいってことは、はい、これ一般道でスポーツプラスとかにしたら事故るね、うん、もうちょっと踏んだだけでもうバーンってバーンっていく。あ、すごいすごいすごい。これ秒で100キロいくな、これ。いや、いくな。もうゴルフ行きたい。ゴルフ。でも確かに、うん、このなんていうんですか、足回りの良さ、うん、このクオリティの車で、うん、長距離運転は楽しいと思う。楽しいよね。うん、さらにあのやっぱリーダーここからですよね。あのその追従の、うん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 、ね、自動運転のこの恩恵を、そう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 、ね、今までなかったからさ。そう、初めてじゃないですか。まあ楽ですよ。まあイエローがよくね、俺に自慢したよ。あーでも、あ、ほんと楽だから。ほんとびっくりするぐらい楽なの、あれは。じゃ、しかもこれあのそのコンフォートっつって今通常モードですから、それでこの凄さを実感してる。スポーツスポプラしてみる。スポーツプラスにしますか。スポーツにしますか。大丈夫かな。これね、なんかね、赤いもんすごいよ、ほら。あ、スポーツ、おぉ。違う違う違う、すごい、すごい、ギアの変速の変速がやばい、あの、うん、G のかかり方がやばい。今のでちょっとしか踏んでないから、これベタ踏みしたらやばいな。あ、事故るよ。なんか中学生高校生の時の俺に言ってあげたいよ。なんて、電使えるようになったよって。このね、新車の匂いとともに、いい匂いしますねこれね。もう僕の車はこんな匂いしません。もう匂い入れてるのよ。あ、入れてんの。そうそうそう、そうパカッと開けると右側に、うん、香水の瓶みたいなのが
重なってるの。はいはいはい、あーありますね。それが匂いを自分で選べる。匂いまで選ぶ時代になりましたか。もう、ね、車から匂いが出る時代になったね。いやこれあれですか。はい、目安です。あ、はい、仕方のタイプですね。なるほど。いや、次世代からつくんですね。あの、うん、に音声で認識する、うん、そのカーナビのシステムっていうのが今あのベンツの最新でつくらしいんですよ。はい、メルセデスっていうと何反応するの。そうです。ご用件は何ですか。マジで。もうその世界です。もうシリと変わんないですね。すごいねそれ。そうですよ。これ、イエロー運転してみるよ。いや、じゃあしてみようよ。いや、いや怖いよ。あ、吹いちゃった。このね、やっぱこのヘッドアップディスプレイ、うん、最近ついた。これはね、これ何ですか。ウインカーはどこですか。左、左です。左を上に上げるんです。こうですね。そうです。はいはいはい。あ、そうか。そっか、はいはい、違うのか、逆なのか。このメルセデスですね。このメルセデス流ですね。いや、確かにこのサンルーフやっぱいいな。サンルーフいいよね。いやもう70万かけてサンルーフ70万。あけんだよこれ。してですね、まあ、これは走りながらでもできるんだけど。あ、そうか。うん、じゃあ今スポーツプラス。スポーツプラス、うん、ガッツリ行くからね。ガッツリ行くからね。ガッツリ行けってことっすよね。いやいや、いきなり行ったら スピンする。わわ、あ、もうすごい、もうギアが、はい変わってるよ、はい変わってるよみたいな。はい行くよ、はい3だよ4だよみたいな。踏め、そう、アクセル踏めないよね。踏めない踏めない踏めない。どこまで行っちゃうのか、ね、全然違う、うん、いや、もうめっちゃ G がちょっと行っちゃう。おおおマジで怖い。何これ G 好き。 G 好き、 G 好きってすごい。あのね、多分スピード強ですね。あー、そう、ね、うちのちょっと奥さん、もともとレースクイーンやってたから。あー、そういうスポーツカー好きなんですよ。なんかいいね、イエロー似合うね。あ、本当ですか。ちょっとイエロー今ちょっと彼女募集中なんで。あ、はい、コメントなんでね。メルセデス乗ってます。テンションおかしくなるの無理ないですね。